沖縄県立八重山小高高等学校は沖縄県石垣島江里に所在する県立高等学校である。同校は石垣市内にある高校の中で最も南に位置し、また石垣市よりも南には高校がなく日本で最も南に位置する高校である。2005年11月3日、監督の石峰義盛が率いる本校野球部が第117回。 九州地区高等学校野球大会で準優勝。翌2006年1月31日に第78回選抜高等学校野球大会への出場が正式決定し、沖縄県の離島にある高校として初の甲子園出場を果たした。大会では3月24日の1回戦で、先発投手の大峰優太による毎回17、脱三振の高等もあって、 高岡賞25-2で勝利。日本全国の離島勢としても甲子園初勝利を挙げた。しかし3月29日の2回戦で、この大会優勝の横浜に6-7で敗れた。2006年7月16日、第88回全国高等学校野球選手権、大会沖縄県大会で優勝し、離島勢初の夏の甲子園出場を決めた。八月八日の一回戦において、 延長10回の激戦の末、千葉兄弟付けに9の6で逆転勝利。8月13日の2回戦でも松代に5の3で勝利した。8月16日の3回戦で、千弁和歌山に3の8で敗れたが、大会のベスト16に名を連ねた。大会後、春夏連続の甲子園出場を記念したモニュメントが、校内中庭に混流された。それまで、 沖縄県の離島では、甲子園出場を目指す選手は、沖縄本島や、県外の野球競合校に進学することが多かったが、上記のような野球部の活躍により、2007年4月には、沖縄県内のみならず、他県出身の選手も入部した。本土出身の選手が、沖縄県の離島にある高校に、野球留学で入学するのは、初のケースであった。ありがとうございます。